おっすおっす、黒だぞ。こんばんは、森です。今回はオイラが信長の野望新生 PK やっていくぞ。今度は何をやるんです？今回は、それぞれの地方別に武将を集結させてみたぞ。これまで全部将軍って形で、一つの城に武将全員を集めていたわけだけど、それを今回は地方別にした形だな。こうして見ると地方でも結構ばらつきがあるんですね。この地方別の軍を競わせて、どこが勝つのかを見ていこうって感じだな。今回は城一つには絞らずに、集めた城の勢力の城数のままだから、多少差はあるかもだけど、基本的にはそれぞれの地方で知名度のある勢力にまとめた形ですかね。そうなるな。一部組替えもしてて、九州は島津家に集めたけど、南部からじゃきつそうだから、熊本城を中心としてみたり、北条家に集めた関東勢を、甲信地方の武田家とあまりにも近すぎるから、古賀御所に移したりもしたぞ。極力それぞれの地方は制してから衝突してほしいという意図が見えますね。まあそういうことだぜ。そんなわけで今回は、この状態からどの地方の勢力が勝つのか見ていくぞ。それじゃあデモプレイにして時間を動かしていくぞ。今回見るところが多いから、ちょこちょこ動かしながら確認していくぜ。それぞれに拡張を始めてますね。基本的には自身の地方の統一に向かっているでしょうか。上杉北陸軍と武田甲信軍が早くも関東に入ろうとしてるな。特に武田甲信軍は、もともと城数が少なく地方自体も小さめってのもあって、早くも関東や東海の城に進出してるな。そのまま史実の武田家のような動きですね。史実っぽいというと織田東海軍もだな。未納税してそのまま近畿方面に進んでるぞ。相変わらず徳川家放置だし。立地的な兼ね合いもあるんですかね。他の勢力も拡張自体は順調だし、そろそろ衝突しそうな勢力も出るかもな。開始5年の時点で止めて確認してみたら、島津九州軍は他の勢力と隣接しない場所を優先して拡張してて、毛利中国地方軍は精神がメインで、まだまだ中国地方の東部は放置状態。その中国地方東部に進出してるのが、四国を制した長宗我部四国軍って感じだな。それぞれ確実に拡張しつつ、まだ衝突はしなそうな状態ですかね。北条関東軍と伊達東北軍も、それぞれの地方での拡張がメイン。ただそれ以外も東日本の勢力は、基本的には小勢力の九州が終わってそうだから、西日本より先に衝突が始まりそうだな。他の勢力が順調に拡大しているのに対して、豊臣近畿軍だけはまだ拡張がそこまで進んでいない感じでしょうか。それは確かに気になるところだな。一応まだ中国地方東部に進出はできるから、まだチャンスはありそうだけどな。数値で見てみると、武将数が一番少ない武田甲信軍が一番城数を増やしてるのはすごいな。城数が少ない豊臣近畿軍も、実際には長宗我部四国軍とか毛利中国地方軍と変わらなかったりするし、正直まだどこにでもチャンスはありそうに見えるぜ。どこがどの勢力を吸収することになるかも、注目ですね。引き続き時間を進めていくぞ。次はとりあえずどこかが滅亡するまで進めてみるか。どこが滅亡すると思います？この時点ではまだまだ予想がつかないな。何もない状況なら、豊臣近畿軍が怪しい気はするけど、攻め滅ぼしそうな織田東海軍は、上杉北陸軍とか武田甲信軍と隣接してるから、そこまで戦力を捻出できなそうだしな。見える範囲で最初に衝突したのも、織田東海軍と上杉北陸軍だな。上杉北陸軍が寝返りを使って、そこから岩村城にも進出していく形だったぞ。さらに時間を進めたら、各地で衝突が行われるようになってきたな。ただ衝突しない期間もそれなりにあって、お互いに内政をし合ってる感じもあったな。それぞれ隣接する勢力との兼ね合いが絡み合って、動きにくい部分もありますしね。その中でも拡張に積極的なのは、武田甲信軍と上杉北陸軍かな。豊臣近畿軍もその間に拡張してきたし、まだまだどこが滅亡するか見えないところがあるぞ。様子を見ている限り、どこかの城を落とすときに、他の城が落とされていたりする感じもしますし、どうなるかわからない感じが続きますね。いつものイメージだと、大体どこかの勢力をタコ殴りにする流れがあるけど、ここまではそんな雰囲気もないしな。ここまで拮抗している状況も珍しいですね。一度武田甲信軍が削られる場面があったんだけど、気づいたら奪還してたし、マジでバランスがどうなってるのかわからない状況が続くことになったぞ。そんな感じで進めてたら、画面外で最初の滅亡勢力が決まったぞ。最初に滅んだのは毛利中国地方軍だったな。とどめを刺したのは豊臣近畿軍だけど、西日本を確認すると、領土の多くは島津九州軍が持っていったって感じがするぞ。気づいたら豊臣近畿軍も大きくなってますし、これで中国地方の武将が加わることになるので、より豊臣近畿軍が強くなりますかね。引いて全国図で見てみると、豊臣近畿軍が抑えてる範囲結構広がった感じするしな。島津九州軍も強そうではあるけど、それに対して東日本の勢力は、まだまだ分断が続いてるって感じか。数値で見るとこんな感じだぞ。もともと武将数では1位だった豊臣近畿軍、毛利中国地方軍の九州で武将数では圧倒的ですね。城数も結構増やしたな。それ以上に増えているのは島津九州軍。この二つの衝突が気になるところだな。そしてこの数年で一気に凹んだ感じがするのが上杉北陸軍か。東日本もどこが大きくなるか注目だな。
そんなわけで引き続き見ていくが、どうやら上杉北陸軍は、織田東海軍と伊達東北軍に襲撃されたみたいだな。これは滅亡一直線って感じだぞ。さすがにここから盛り返すのは難しそうですね。滅亡まで持っていかれるかも気になりますが。場所が場所だけに、放置される可能性もあるもんな。そして北条関東軍はどうやら伊達東北軍を削ってる感じか。さらに織田東海軍が武田甲信軍に襲いかかりましたね。これで東日本も優劣がある程度決まってきたかな。伊達東北軍はまだわかりませんが、武田甲信軍も復活は難しそうですね。ただこれらの勢力よりも先に滅亡したのが、長宗我部四国軍だったな。島津家に吸収されたぞ。これで西日本は島津九州軍と豊臣近畿軍の一騎打ちになったぜ。この勝負はどちらに転ぶでしょうか。まだまだ読めないな。豊臣近畿軍が近畿を完全に抑えてたらまた違うんだろうが、そういうわけでもないから、まだまだ島津九州軍にもチャンスはありそうな感じがするぞ。ただ両者の衝突はしばらくなさそうだったけどな。東では北条関東軍が武田甲信軍を吸収したし、上杉北陸軍は後回しにはされてるけど、立地的に織田東海軍に吸収されそうな感じになってきたぞ。織田東海軍は、上杉北陸軍よりも伊達東北軍を優先している形ですね。北条関東軍と競ってる感じになってるな。と思ったらここで上杉北陸軍の吸収に動いたぞ。織田東海軍と北条関東軍は、競うように伊達東北軍を削っていって、ラストアタックを取ったのは織田東海軍だったな。これで4強が決まることになったぞ。島津九州軍、豊臣近畿軍、織田東海軍、北条関東軍。どの勢力も最低一つは勢力を吸収してて、織田東海軍だけは上杉北陸軍と伊達東北軍を抑えた形だな。これはわからなくなりましたね。数値で見ると、城数、武将数ともに織田東海軍が抜けてるようにも見えるが、立地を考えたらまだまだどうなるかわからんぞ。立地的な有利を取れるのは、島津九州軍と北条関東軍ですかね。両者は対面している勢力が一つしかありません。残った豊臣近畿軍も、内政の進みは一番進んでそうだし、どこがどうなっても不思議じゃない感じになってきたぜ。どこが勝つのか予想しながら見てくれよな。そんなわけでここから一気にラストまで見ていくぜ。なんか豊臣近畿軍と島津九州軍は、伊達東北軍が滅ぶまで衝突してなかったんだけど、ここでいきなり動き出したぜ。ここでは豊臣近畿軍が島津九州軍の城を落としましたね。この調子のままいけるといいんだけどな。豊臣近畿軍が面倒なのは、東では織田東海軍を相手にしないといけないってところだ。ここはしのいだっぽいけど、どこまでこのバランスが保てるかだな。対して東日本では、北条関東軍が織田東海軍に仕掛けていったぞ。しかも織田東海軍の場合、領土が縦長だから、戦線が長いのもきつい感じになってるな。北条関東軍も織田東海軍の弱点を理解しているようで、甲信地方に進出を始めましたね。こうなると織田東海軍としては、甲信地方の対応をすることになるんだけど、すると東北に伸ばした領土を守る戦力が維持しにくくなるぞ。伊達東北軍を追い求めた結果がこれと考えると、なかなか厳しいものがあるな。それでもまだなんとか瀬戸際で防衛している感じでしょうか。打通されやすい甲信地方をまだかろうじて繋ぎ止めています。ただ自利品な感じはするな。二つとも巨大勢力だから時間はかかってるけど、基本的に北条関東軍が攻めて、一つか二つの城を落としてるように見えるぞ。そしてこうなるとフリーになるのが豊臣近畿軍だな。気づいたらすでに島津九州軍を九州に完全に押し込んでたぜ。西日本の王者は決まりましたね。だな。ただこの豊臣近畿軍、近畿東部は織田東海軍に持っていかれてる。島津九州軍に手間取って、そのあたりまで全部北条関東軍に持っていかれたら、ってのも考えてほしいところだな。島津九州軍は押し込めるでしょうから、先も見据えて動いてほしいところですね。気づいたら北条関東軍は、織田東海軍を東海と西北陸に完全に押し込んでたぞ。その流れに便乗したみたいで、豊臣近畿軍も近畿圏の城を抑える数が増えてるな。最低限は投進もできたと言えますね。あとはどこで北条関東軍と隣接することになるかですが。特に間にあるのは濃尾平野、内政すればかなり出力が出るエリアだから、ここを抑えた方が有利になりそうだな。ただそこは織田東海軍の本拠地エリア、織田東海軍もかなり粘ってみせて、北条関東軍の精神が止まったぞ。北条関東軍は取ったばかりの城が進行のメインになるとはいえ、ここで粘れるのはすごいですね。新生 PK らしさが出た感じもするな。長年領地にしているところはやっぱり強いぜ。そういう意味では北条関東軍は、今回北条家の固有政策もそのまま使ってるから、持ち直すのは他より早いとは思うんだけど、豊臣近畿軍が島津九州軍を攻め終わるのとどっちが早いかだな。通知を見る感じ九州の密集地帯を攻めてるところだから、そろそろ決着がついても不思議じゃないぞ。九州南部から先に落とす動きをしてましたもんね。そんなわけで北条関東軍が苦戦してたら、豊臣近畿軍は島津九州軍を攻略完了、間を置かずして織田東海軍に進攻を開始したぞ。島津九州軍を攻める間に近畿の内政は万全でしょうからね。これでさすがの織田東海軍も耐えられなくなるだろうから、どっちがどこまで押し込むかだな。とりあえず豊臣近畿軍は北陸方面を優先する動きだけど、そして2方面から美濃に進出するルートだな。北条関東軍も負けじと精神を開始しましたが、これで豊臣近畿軍と北条関東軍は隣接はしたな。この後両者は隣接した領土で衝突しつつ、残ってる織田東海軍の城の攻略も行っていったぞ。
北陸方面で落としている城数は同等くらいですが、結果的に美濃はほぼ豊臣近畿軍が抑えましたね。こうなると地方軍もそこまで関係なくて、単純な東西線、そしてこれまでの検証でも見てきたように、日本全土での東西線なら、琵琶湖周辺の城を抑えた方が強いぜ。そんなわけで、地方別に武将を集めて競わせたら、勝者になったのは豊臣近畿軍だったぜ。序盤はかなりスロースタートでしたけど、最終的には持っていきましたね。スロースタートなのは事実だけど、なんだかんだで一番最初に他の地方軍を吸収したのも豊臣近畿軍だったしな。常に武将数では比較的多めだった印象があるぞ。まあ今回はそれだけが勝敗につながったとも言いづらいけど。近畿の地方としての強さもありますかね。ないとは言わないけどどうなんだろうな。まあでもなかなか面白かったのは間違いないぜ。そんな感じで今回はここまでにするか。このチャンネルでは、歴史ゲームを中心に動画を投稿しているぞ。よければチャンネル登録して応援してくれよな。拡散のためにも高評価やコメントもしてくれると嬉しいぜ。ショート動画もありますのでそちらも見ていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。